貴様らオーディションを通過した者たちだな。正門にいた寮生はやられたか。だが所詮奴らは小手調べ。今度は私たちが相手だ。そう簡単に我らが寮長たちの元へたどり着けると思うなよ。はあ？呼び出したのはそっちだろう。わけがわかんねえんだぞ。かかってこい。いい度胸が終わりだね。そうだね。なるほど。頼んだぞ。もう遅すぎる。よそ見か。ほら。いいチョイスよ。見せてやる。レオナ、足でまといはいらないわよ。誰に言ってんだ、ビル。こんなのお話にならないわ。もらった。ほらどうだ。さあ見てなさい。あんたにはもったいないでしょ。噛むなよ。それが本気。そろそろまだ足りないのか。こっちだ。そうだ、やりますね。準備はいいか、アズール。もちろんですよ、リドルさん。たーいない。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。私はここまでのようだ。無念、最後までお前と共に戦えたこと誇りに思う。かくアゴラ、そっちから喧嘩ふっかけてきたくせに勝手に悲劇ぶんなよ。トム・フィオーレってハント先輩といい、何を言ってるかよくわからない奴が多い気がする。これが魂の資質の違いなのか。魂というより価値観や美意識の差だと思うが。うちの学園っていろんなやつがいて面白いよな。いたぞ、選抜メンバーだ。フォムフィオーレ寮生の誇りをかけてここは通さない。な、また出てきた。これじゃキリがねえんだぞ。やっとボールルームにたどり着いた。はあ、はあ、なんでこんな目に遭わないといけないわけ？それは、あんたたちが選抜メンバーになったからこそよ。ふらっ、眩しいんだぞ。どうやら脱落者はいないようね。ひとまず合格。ビル、こりゃ一体どういうことだ？どうもこうもないわ。ただのウォームアップよ。
全身運動で体が温まったでしょ。すぐさまレッスンがスタートできる。いいこと。これから私たちはナイトレイヴンカレッジの代表としてボーカル&ダンスチャンピオンシップという戦いの場で世界一を目指すの。あの程度の障害を突破できないメンバーはいらない。大会に向けてすでに戦いは始まってるの。今この瞬間からお遊び気分は許さないわ。ビシビシ鍛えていくから覚悟なさい。の、の、よくわかんないけど、わかったぜ。なんかこの感じ、ビル先輩、うちの寮長に似てね。パーズラベルとポンフィオーレは、どちらも女王の精神に基づく寮だからな。自然とそうなるんじゃないか。おやおや、ロア・ドゥ・ポワゾン。最初からフルスロットルだね。君の輝きに目がくらんで、みんな動けなくなってしまっている。選抜メンバーの諸君、まずは合格おめでとう。ブラボー。エース君、デュース君、カリム君、ジャミル君、エペル君、そして私とビル。我々7名は今日からトライブだ。 VDC 当日までどうぞよろしく。ほら、ムシュヒメリンゴもご挨拶を。エペルです。よろしくお願いします。いやいや、ちょっと待つんだぞ。ずっと俺様とこいつを仲間外れにしやがって。不合格にしたくせに、なんで俺様たちまでここに呼んだんだぞ。それについては私が説明しましょう。私優しいので。